巻かれて、そこから、まあ、シッティングパスで足を抜かれた時の、まあ、よくあるあの対処のミスを修正していきますね。まずハーフガードを取ってて、相手に首をもがっつり巻かれて、この顎を殺されて、こっちの下が、こっちの手がね、こういう背中側に回って抜けないポジションですね。で、このハーフ粘ってて、ここから例えばフックスイープを狙うような時で、こうアンダーフックを刺し、フックを差し入れてこっちに、ね、返したりという、まあ、技あるんですけど、結構これでよくあるやっちゃうミスとしてアンダーフック刺しますよね。これ自体は別に悪いことじゃないからそのまま刺してるんですけど、まあ、相手の方がねプレッシャー強くて普通に抜かれちゃうと。抜かれちゃった後ですよね。一応抜いてもらっていいですか。抜かれた後にそのままこのアンダーフックとブリッジをしようとしてこう返そうとするんですけど、相手がこの上の足コントロールしてるから、この上の足を、ね、奥にパンチされちゃって、これ全然ブリッジの力も伝わらないし、そのままねこっちに、ね、押さえつけられちゃうんですよね。で結構こう粘るっていうのが、まあ、よくあるシーンですね。で、これに対しての対処法は4の字組んでて、まあ、初めもちろんフック狙ってるんですけども、もういよいよ良い足やばいなと、良い足やばいなと思ったらもう頭切り替えていただいて、フックじゃないですね、この手を、この手って自由なんで、相手がこうパンチすればするほど分け合いで抜くことは絶対できるんで、こういうコンボしてて相手が足を抜いたその瞬間ですよね。まずこの手やることを 頭の下、相手の顔の下に入れて、こうやって顔はぐくんですね。はいだら、上の足はねコントロールされてるかもしれないですけど、下の足必ず空いてるんで、下の足をお腹の下に入れて、で体をはいる。で、まあ、この後は、まあ、ハーフガードに戻るか、相手はそのまま正面とかにね戻ってくるんであれば、クローズに、ね、ガードリカバリーするとか、いろんな方法があります。